と時間になりましたので、ここにありますけれども、今日は、武器見本市の開催中止を求める共同声明、武器見本市なんかいらないどこにもと題していますけれども、これを、政府に、3時ぐらいになりますが、政府に提出します。でその前に、1時間ほど時間を取って、この共同声明の呼びかけ人と、そして後半では賛同人の皆さんからも、短い時間ですけれどもご発言をいただいて、まあ、私たちがこの声明で、まあ、何をそこに込めているのかということを、まあ、政府に対してもそうですし、日本社会あるいは世界の皆さんに向けても、それをお伝えしたいということで今回記者会見を企画しました。私は呼びかけ人の一人になっています。武器取引反対ネットワークナジャットの代表をしています杉谷浩二といいます。はじめに私の方から簡単に経過報告の方を行います。武器見本市、これ自体はですね公然と行われるようになったのは2015年の5月なんですけれども、最近では毎年のように開かれるようになってしまいました。で本来であれば憲法9条がある日本で、やってはならないはずなんですけれども、安倍政権による2014年4月の武器輸出三原則の撤廃、そして防衛装備移転三原則の、まあ、策定をきっかけに、堂々とやり始めたということになります。で今年に関して言えば6月にすでに、幕張メッセで、マストアジアというものが開かれました。で私たち市民は、まあ、230人ぐらいで、代員とか、人間の鎖ヒューマンチェーンを行って、抗議の意思を示しましたけれども、実は今度11月18日から20日にかけて3日間同じ幕張メッセでDSEI ジャパンという総合武器見本市と銘打った、まあ、陸海空サイバーという、まあ、全体を網羅した日本では初めての武器見本市が開催されます。でこれはまあ規模においてもそれから、展示の中身あるいはそこで行われるであろう商談のまあ中身においても非常に危険性が高いということで、今までこの武器見本市の問題点というのはなかなかこう報じられてこなかったということで、まだまだ日本の中で知らない方も多いと思います。でそういう中で私たちとしてはより広く一人でも多くの人たちにこの武器見本市の危険性を訴えたいということで、今回資料にお配りしてますけれども19人の呼びかけ人の名前で共同声明を発しました。でこれに対して、まあ、約2週間ぐらいでしたけれども全国から研究者やあるいはジャーナリスト、そして国会議員などの方々全部です130人の賛同を得ることができました。で今日賛同人の中に何人か後半で入れ替えて発言していただきますけれども、かなり急な取り組みでしたけれども本当に幅広い大勢の方がご賛同いただいています。で今日資料の中にですねちょっといろいろあって順番が分かりにくいんですけれども、途中にあるこの AA3 の共同声明が左側にありまして、右側から裏にかけて、ページを振っていますけれども、これが呼びかけ人19人と、賛同人130人の、名前一覧です。じっくりとこれ、見ていただければ、あこんな人も名を連ねているんだということが伝わると思います。非常に幅広く、そしてさまざまな分野で、まあ、活躍されている方たちが、これはやばいということで、名前を連ねていただきましてありがとうございました。で まあ、あまり長々と話すことはないですけれども、今日資料でもお配りしていますけれども、私自身は、実は2004年の国際航空宇宙展という、まあ、半分武器見本市のような、イベントから中を見てきたものから言わせていただきますと、もともと武器輸出をこうやろうとしていた武器見本市が武器輸出がなかなかうまくいってないです。今は幸い、でそういう中で逆に特にアメリカ製の高い武器を爆買いする場所に変わってきている。でさらに今回の DSEI に関して言えば、新聞記事がありますけれども、ヨーロッパの企業などが日本を拠点にしてアジアに、武器輸出を展開していくという、そういう、まあ、きっかけにもしたいというような思惑すら、込め始めているということで、私たちが知らない間に武器見本市が存在感を高めて、まさに憲法を破壊しながら日本に根を張りつつあると
これを何とかして食い止めて、武器見本市ができないような状態に追い込みたいということで、今日はその大きなきっかけになればと思って、企画しましたので、最後までぜひ、しっかりと伝えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは呼びかけ人から、順番にですね、今日お渡しているプログラムの順番になりますけれども、お一人4分ということで非常に短いですけれども、思うところを話していただきたいと思います。はじめに、中東研究者でこの幕張メッセの地元の千葉の千葉大学の教授をされています、栗田佳子さんの方からよろしくお願いします。千葉大学の栗田、中東の現代史の研究室です。今中東では、イランに対するアメリカの軍事的圧力が強まる中で、それに、アメリカの要請に応じる形で、日本の自衛隊を中東に派遣するということが準備されています。でこれが一番直近の例なんですが、これに現れているように中東という地域はこの間ずっと湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争と続いてですね、中東になんか先進国が戦争を仕掛ける、あるいは中東の軍事的緊張を高めてそれを口実に武器を大量に売り込むと、そういう舞台のまさになってきました。で、まさにその今回幕張メッセで、出展するアメリカとかイギリスとか、イギリスとかですね、アメリカとかフランスとかですね、でまさにそういう中東の中で、例えば近年もそのまさにイランの脅威ってことを、口実に、アメリカのトランプとか、フランスのオランドとかサウジアラビアやアラブ首長国連邦で希望して武器を大量に売りまくってきた、まさにそういう国々だと思うんですね。あるいは中東の中ではそのイギリスやアメリカ、フランスが武器を売りまくり、でさらにはそれを中東の実地に実験してみましょうということで、イスラエルなんて国がまさにガザ攻撃なんて場で、それをまさに実験場としてやってガザでやってる人っていうのがイスラエルなんです。でそういうイスラエルという国も今回知っておくと、でことごと最後に中東とのこの間、今自衛隊がまさに行こうとしていることもその一環ですけど、中東に戦争を先進国が仕掛ける、あるいは軍事的緊張を高めて武器を多いに見まくるという場合になっていて、全ては一つだけなわけですが、そういう中でまさにこういう今の今回の、アパレメッセでの、武器日本一も開かれようとしている、それをなんとか止めたいと思います。でもう一点はもう時間がないので、方々にも勉強もらうことなんですが、やっぱり中東にとってだけでなくて日本にとっても大きな転機だということを我々としては考えた。今これお示ししておりますのは、ご存知の方多いと思います、新しい憲法の話という、戦後すぐ1947年に、当時の文部省が、出した憲法、平和憲法を説明する冊子で、教科書としても社会科の教科書としても使われていたんです。そこに掲げられた非常に有名な憲法9条の意味を伝える、絵がありました。今日拡大コピーしてもらって持ってまいりました。でここで言われていることは、憲法9条の単に軍事だけの問題じゃなくて、戦後の日本の社会とか経済の在り方全体を支える理念です。でこれ非常に有名な絵ですが、戦前さんざん作っていた軍艦とか戦闘機とか配合、それが全部もう戦争放棄した、軍隊もいらない、当然軍部もいらないので全て溶かしてしまって、それが当てていたお金を全部もう民生に回せる。で、軍艦とか大砲とか、飛行機が溶かされて、戦闘機が壊されて溶かされて、そこからもう百貨の電車とか、ビルディングとか病院とかそういうものが生まれてくる、全部の社会の在り方を示した。で同時に憲法9条も大きな意味を示した。今私言いたいのは、まさにこれが今崩されようとしているわけですね。でこれからまさにその千葉幕張の大規模日本一だから、日本が武器を爆買いする、で武器を爆買いしていくと当然、その分教育とか福祉とか医療に回せるはずだった国家予算が減少していく、あるいは経済の在り方自身も、最近ではもう他日本が先ではこの産業がなくなっちゃったんですかね、軍事こそが経済や技術イノベーションの元だみたいな言い方で、軍事研究をどんどん軍事をどんどん進めよう、それを経済や学問の中心にもしていこうみたいな動きが、社会的に広がっているわけです。それを今回の武器見本市がさらに後押しすることになってしまっています。これちょっと素晴らしいって言ったんですが、今こうなりつつあるんですね。せっかくあったその民生の豊かな戦後の世界のものがまた全部武器に飲み込まれて、軍艦や戦闘機や大砲の姿をかけつつある、そういうふうなところに日本を流れ込んでたので、その逆転を許さない、そういう
ちょっと水を今我々立っているんです。それで中東にとっても日本にとってもながら頑張っていくので、エジプトもその千葉のハリネッセとの日本というのを阻止したいというふうに思いました。ありがとうございました。引き続いて、東京外国語大学名誉教授の西谷修さんからお願いします。西谷です。名誉教授って嫌なんですけど名誉教授って嫌なんですけど、それは東京に勉強しまして、今日ちょうど出かけにこういう本が送られてきたんです。これはイマーナ神の影っていう、これベロニクスタジオですね、コートディボワールの女性作家、今は世界的に知られている人ですけど、その人の本を私が百論文、博士論文の面倒を見た昔の学生が訳して出したんですね。でこれ、ルワンダの絵の旅という記憶証言物語なんか作られやすいんです。でこれパラパラって言いますと、凄惨な虐殺の後にいろいろ武器が捨てられてて、それでかなりなんていうか、ナタとかね、なんかプリミティブな武器で殺戮が繰り返されたわけですけど、その中にもちろん普通の銃もあるいは自動小銃もあるわけです。でそういうものが今ですね、捨てられてるっていうか、そういうものが溜まっているというような状況が、レポルタージュで出てくるんですけども、ね、ルワンダの場合はよく知られてますけど、アフリカのいろんなところで、要するに先進国による資源争奪が結局この原始に紛争を引き起こしして、そしてその紛争に火をつけるようにして、武器がどんどん売られていくと。でそれによってアフリカの中で内戦が絶えない。でさらにそこから、アメリカ人がいるところのテロリストがいっぱい出てくるわけです。でそこにも武器が流れてるわけですね。で結局武器を売るっていうことはどういうことかっていうと、そういうところに売るっていうことです。で最大の市場があるんですね。もちろん F-35 みたいにものすごくバカ高い使えないような武器にお金を出すというのももちろんありますけど、逆に日本なんかがその軍事産業に乗り出すとなったら、一番最初の市場になるのは、というか最終的な市場になるんですよ。おそらくそういうところだろうと。でそうするとで何のためか、本当に人殺しのためにしか役立たない。で日本はもし誇るべきところがあるとしたら、世界資本主義の発展史の中で唯一武器兵器製造に頼らないという経済を作ってきた国なわけです。でなぜ兵器生産が経済にとってダメなのかというと、経済は売れるもの、みんなを喜ばせるものを作って売ります、で回るわけです。ところが兵器っていうのはこれ壊して捨てるためです。それで必ず売れます。なぜかというと国が買うから。でっていうので経済を根本から蝕むものなんですね。だからアイゼンハワーは軍事産業と国家との結び、だから軍産共同体の危険っていうのに警鐘、彼は軍事レベルの警鐘を鳴らしたっていうのはなぜかっていうと、その後の政治経済が軍事産業の巨大化によって、国の政治も経済も蝕まれるからっていうことに警鐘を鳴らしたわけです。でところがこれを日本は数年前から方針を変えて、軍需産業を崩壊してきたっていうか、失速してきた日本経済の起死回生のなんか出口みたいにして、この軍需産業をやろうとして推進するようになって、というのは本当にこの70年近く築き上げられてきた日本の経済システムを自ら壊すようなことだと。でこの展示会というのはまさにエグゼビション、これを晒して見せるのはなんと恥ずかしいこと、屈辱的なことだということで、ぜひ反対したいと思います。
ちょっと僕若干頭が切り替わってませんでしたですね。最初にですね、国会議員、今日議員会館ですので国会議員の方に本当に短く一言ずつですがいただこうと思ってましたが、ちょっと若干順番がずれましたが、このタイミングで今日お三方おられますよね。じゃあ宮川さんの一言ですが、すみません。はい、立憲民主党衆議院議員の宮川真でございます。ごめんなさい、皆さん、畑野さんは気持ちよく賛同さんというか賛同で来ていただいているということで、よろしくお願いします。賛同人に私も名前入れさせていただいておりますが、本当に皆さんのこういった活動に敬意を表します。私も一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本共産党衆議院議員の畑野です。地元の幕張メッセでの恥ずべき武器に絶対に読めさせる、その立場でご一緒に頑張ります。今日は法務大臣が読めまして追加間で経産大臣と2人も読めるという異常事態、総辞職に値するような状況の中で開いていただきました。共に頑張りましょう。今日この場所のセッティングでも事務所にお世話になりました石川海賀議員です。皆さんこんにちは、立憲民主党の参議院議員石川大我です。皆さんの活動に心から敬意を表したいと思います。また賛同人にも名前をつなげさせていただきました。一度死の商人に手を貸してしまうと求めるものは戦争、人殺しだけだというふうに思っています。皆さんと一緒に止めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。国会議員の方7人がですね、賛同人になっていただいています。見ていただければと思います。それでは呼びかけ人から引き続きお集めいただきます。イラクの人道支援のコーディネーターとしてずっと継続されています、高藤直子さんの方からよろしくお願いします。皆さんこんにちは、一時帰国中の高藤です。よろしくお願いします。いろいろ思うところあるんですが、今は結構イラクを拠点にし向こうの方が長くなっておりますので、最近ここ数年感じていることをいくつか述べさせていただきます。やっぱりイラクだ、日本だけではなくて全体的にやっぱり特に2014年のイスラム国問題からやっぱりその少数民族も含めて武器を求める声というのがどんどん大きくなっている。それからイラクは6カ国に接していますけれども、どの国もやっぱり対テロという名のもとにすごいこう軍事費をつぎ込んで、その国境警備とかものすごくこうかけているなというのを感じます。で2015年ですが、武器輸出三原則の緩和というのが14年ですねにニュースになりましたけれども、私もそれをイラクでいろんなテレビをザッピングしながらトップニュースでした。で安保法制 その審議の内容なんかもよくトップニュースで扱われておりましたが、安保法制に関しても強行採決の時には平和主義を捨てたとか、平和主義から軍国主義になったとか、パシフィズム・トゥ・ミリタリズムとか思いっきり書かれたりとか、結構衝撃的なタイトルでこう各大手メディアに報じられていたんですが、武器輸出三原則緩和の時も大きなニュースでトップニュースの一つになっており、それを結構私としては個人的に非常にそれをざわざわっとするような感じで見ておりました。でやはり、もしかしたら日本企業が毎年バグダッドで開かれている武器店に、武器見本市にやってくるかなって思いましたら、2017年に、来る来ると言われていたんですが、トヨタと日産が来ました。ですごく公開されている見取り図なんかを見てもすごく大きなスペースを取って非常にこう力入ってるなっていうのが分かります。で公式 そのホームページの方でもたくさんフォトギャラリーで写真が出ておりますので、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいんですが、もうすでに2020年の分の、出展企業とか募集が始まってます。おそらくまだ今のところ見たらまだトヨタ日産の名前出てませんでしたけれども、今のところトヨタも日産もこれはトヨタも日産も軍用車車両だけなんですけれども、この写真ちょっと分かりやすいなと思ったのがまさに武器店っていう感じなんですよね。その銃とかが手前にあって、これは別の会社のなんですけど、その奥に日の丸とそのトヨタっていう風になるんですよね。でやっぱりその長年70年代80年代に日本企業 の、その建設会社の人たち、昨日もお一人高速道路をファルージャの高速道路を作ったよなんていう方にお会いしたんですけれども、
そういう日本企業の見えるビジネス、そうした民間企業のその汗を一緒に共に流してきたということで、ものすごく評判良かった日本のイメージっていうのが、だん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 日本の人たちが思っている以上に、イラクや中東ではその軍事的なイメージになってきているっていうのをひしひしと感じているというところです。でそれからあの実際にそのヘルファイアミサイルですとか、そういったものっていうのが例えばアメリカから来ると、こういうのがそのニュースになります。でそうなった時にその少し後に実際にそれがイラク国内に使われます。で使われた時に使われたあの病院スタッフたちが病院にそれが打ち込まれたんですね。でその病院に打ち込まれたヘルファイアミサイルの残骸やそのまあ血がバーッとこうなったようなそういった現場の写真というのを散々携帯電話でスマートフォンで撮って、それをバンバン送ってくるんですね。でそれを彼らはあのメッセージに、これはアメリカのあのニュースになってたヘルファイアミサイルだとか、そういう感じで彼らは照合しようとします。で例えばこれはイラン製の武器だとか、これはどこどこ製の銃だとか弾だとか、そういうふうに使われた側っていうのはその死の証人がどこから来てるかとかっていうのをすごくこう見てる。でただたあの日本の日本語のニュースを向こうで見ていると、例えば武器輸出三原則緩和の話なんかは非常に経済ニュース的で、全然その戦争の匂いや血の匂いや、そういうその先ほど人殺しって話もありましたけど、人命を奪うというような感じというのが文面から全く伝わってこないですけれども、やっぱり使われた側としては血が流れるし、その血はやっぱり鮮血赤いし、あのもうやっぱりそれは道具、殺める道具、人を殺める道具なんだなっていうことがよくわかります。そのあたり の, そのギャップっていうのを、まあ、イラクに住みながら感じている次第です。なのでそういったところに、今は軍用車だけかもしれないけれども、それがどん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 他の企業もそういったところにそのビジネスをマーケットを広げようとするのではなくて、今イラクは十何年前にもう9割方が日本車だったのに、今韓国車にとって変わられてます。もっと民間で勝負していただきたいなと、トヨタファン、日産ファンとしては思っております。以上でございます。ありがとうございました。あの最後にあったヘルファイアというアメリカの非常に悪名高いミサイルは、2016年の有明で行われた国際航空宇宙展2016年も堂々とロッキードが展示していたというようなのが日本でも実態です。続いてやはりあの紛争地の現場で、取材もされてきました。環境や人権など幅広いテーマでも発信されています、ジャーナリストの柴礼さんから一言お願いします。はい、どうも皆さんこんにちは、あのジャーナリストの柴礼でございます。ですね、まあ、私はやはり現場からの視点ということで、まあ、私とパレスチナの関わりはですね、まあ2000年に初めてその、現地に入りまして、まあ、西岸と、当時はガザは簡単に入れたんですけども、ガザにあの入りました。以来ですね、2003年とでちょっと時間が空いて、2008年、2009年、2013年、2014年、そして2018年ということで、パレスチナの情勢をずっとウォッチしてきたわけなんですけども、まあまあ一言で言えばもう論外ですよね。この今回この、武器見本市にやってくるそのイスラエルの、まあ兵器企業、例えば、エルビットシステムズだとか、まあ、IAI というのは、まあ、先ほど栗田先生もおっしゃったように、そのガザの人々を殺してですね、それを成果にしてセールスポイントにしているわけなんですよ。まあ、かつてはですね、その、まあ、我々は常にメイドインアメリカに殺されているというようなことをですね、パレスチナの人たちが言ってきたわけなんです。まあ、その、代表的なものが、まあ、アパッチ攻撃ヘリだったわけなんですけども、最近ではですね、そういった軍用ヘリもそうなんですが、より人々の脅威になっているのが、軍事用ドローンなんですよね。実際私が2014年 の, 夏にですね、イスラエルがそのガザに対してその軍事侵攻した時に、現地の人たちが一番恐れていたのはこのドローンです。エンジン音が上空から聞こえてくるわけなんですけど、どこからミサイル撃たれるかわからないわけなんですね。実際その、ガザの攻撃の際にですね、一時停戦中にその、まあ、一時停戦だということで子供たちが、まあ、外に出てきてずっと家に閉じこもってましたから、そこのところに、まあ、ドローンがやっぱりミサイル攻撃を行って、まあその、
その子供たちが、まあ、無残な姿、焼け焦げた姿でその、病院に運ばれて、でも治療の甲斐もなく亡くなった子供たちもいた、そういうようなことがですね、まあ、頻発してたわけです。まあ、それが、まあ、今回日本に来る、レビットシステムだとか IAI が作っているグリッドローン、そういったものによる、まあ、人権侵害です。これはもうはっきり言って戦争だから何やってもいいってわけじゃなくて、やはりその国際人道法違反なんですよね、あからさまにその、非戦闘員をターゲットにしている。それはまあ結局その、イスラエルがそのガザの人たちに恐怖を植え付けるため、もう単純にそのために子供たちを殺しているというようなことをやってるわけです。そんなような企業が日本に来てること自体が許せない、まあ、そういうことですよね。で、まあ、ちょっと時間もないので前でいきますけども、そもそもですね、イスラエルという国は、まあ、この、私、まあ2000年以降かれこれ、20年近くですね、ウォッチしてるわけなんですけども、まあ、はっきり言えば国際人道法違反を繰り返しているわけですよ。でも2014年の時もですね、まあ、国連の学校、避難所に攻撃を繰り返したりだとか、まあ、そういった攻撃を繰り返してますし、最近2018年というか、まあ、最近ずっとそうなんですけども、そのダムダムダムを使用してデモ参加者、まあ、2018年の3月から、まあ、ガザでは毎週金曜日デモやってますけども、禁止されているダムダムダムを撃って、人々を殺している。そのために多くの人が足を失ったりだとか、致命傷を負って死んだりだとかいうのをやってるわけです。ですから、まあ、そのはっきり言えばもうイスラエル自体がそういう国なので、もうイスラエル自体をある意味ね、経済制裁した方がいいぐらいの話なんですよ。ですからもうまして軍事なんて軍事企業が日本に来るということは、もうはっきり言って日本がそういったイスラエルに加担していると言ってもいいぐらいだと思います。はい、以上でございます。ありがとうございました。続いて、独協大学の名誉教授でアメリカ の, その軍事企業などにも詳しい西川純子さんの方からお願いします。西川です。アメリカの軍事産業についてこの20年ほど観察してまいりましたけれども、今ほど厳しく行われていることはありません。特にトランプ政権になってからアメリカの武器輸出が増えております。その理由は第一に軍事産業の独占体制が成立して、個々の企業の生産が上がっているということであります。で、その武器生産だけでは、アメリカの国内の需要ではありませんので、輸出をするように今軍需産業がそちらの方に向かっております。で、これはことを変えれば、輸出ができなければアメリカの軍事産業はこれから生き残っていけない、そういうことではないかと思います。で、もう一つはトランプ政権が分割を始めておりまして、この傾向をさらに強めております。それから第三に、トランプが貿易収支の赤字を補うために武器輸出に注目しているということであります。つまりここで、武器というのは武器の輸出というのはもともと国益に反するもののはずなんですけれども、国益と合致するようになっているということであります。で、まあ、そもそも武器というのは人殺しの手段ですから、これはどなたか先にもおっしゃったことと同じでありますが、これを売ったり買ったりするのは取り締まりの対象になって当然なのであります。で、麻薬とか賭博とか空気営業を渡しますように、武器の売買は昼日中、しかも公的施設を使って行われている。これは誰が考えてもおかしい話だと思います。で、これが許されるのは国家が武器の売買の主人公になっているからであります。で、昔から死の商人という言葉がありまして、戦争なりきんという言葉もありますが、いずれも真っ当な商売があるだろうに何でやらないんだという、まあ、こういう軽蔑の意味が込められていたわけであります。で、したがって武器を作ったり売ったりするのは悪魔の魂を売った者の仕業だと、そういうふうにされていたのでありますけれども、その死の商人が
お国のために武器を生産するという名誉ある地位を得るようになるのは軍産複合体が出現した時からだと思います。ちょうど冷戦が始まった頃のことであります。で、軍産複合体はどなたか先ほどおっしゃいましたが、国家と軍需産業が一体化して出来上がる軍事体制でありますけれども、ここに組み込まれることによって市の商人は国家の安全保障にとってなくてはならない武器を常時提供する頼もしい味方となりました。市の商人はここで市民となったわけです。しかし、世界でやはりこの言葉を使い続けている国と国民があります。それは日本であり我々であります。平和憲法がある限り我々は市の商人に抵抗しなければならないし、逆に言えば市の商人に反対することによって憲法を守らなければならない。でそれは日本には軍需産複合体を作らないという強い意志の表明でもあります。で我々にとって強い味方だったのは武器輸出三原則です。でこれが武器輸出に制限をかけている国が多いんですけれども、武器輸出を事実上禁止した国というのは第二次世界大戦後においては日本だけでした。でこれを完全に覆したのが安倍政権でありまして、防衛装備移転三原則というのが武器輸出を原則として解禁したわけです。でこの新しい三原則が今日日本において武器見本市を開くことを容認し促進していることは間違いないわけであります。で、この今回の共同声明は最後に政府と千葉県に対して3つの要求を出しておりますが、この3番目に、ご覧いただくと分かるように、防衛装備移転三原則を廃止し、武器輸出三原則を復活強化してくださいと書いてあります。でこの強化してくださいというとこ、ここにどうぞ注目していただきたいと思います。で、ここにこそ武器日本一に反対する私たちが何を目指しているかという強烈な意味が含まれているのだと信じております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは呼びかけ人からの最後になります。日頃、平和活動を尽力されています日本山妙法寺の僧侶の武田隆夫さんの方からお願いいたします。私たちは武力で平和を作れない、そういう思いでですね、日本一に反対していきたいと思います。でとりわけ私たちを励ましてくれたのは今年の9月ですね、ある9月にロンドンで日本一がございました。でその時にキリスト教のクエーカー教徒の皆さんが700人非暴力直接行動によって武器の搬入を数時間止めたという報道ですね。で私たちもこの幕張メッセの日本一に信教者が前面に立たなければならないという そういう思いに至りました。でこれから11月2日の幕張の駅の前の行動とか、それから11月18日の行動にも前面に立って祈り行動していきたいというふうに思っております。で今やはり千葉で開かれるわけですけれども、こういう政府の講演はこういう武器見本市ではなくて被災地支援ですね、被災地支援にこそ前面に政府が立っていかなければならない時にだと思います。本当に政府はやってはいけないことをやっていると思います。で、憲法全文にありますように政府の行為によって再び戦争の惨禍を繰り返すことがないようにという誓いのもとで、私たちも市民の皆さんと一緒になって祈り行動してこの復帰日本一を阻止していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
それではですね、ちょっと座席の関係上、ちょっとここで行ってくれるということで、一旦あの後ろの方に行っていただいて、賛同人の方でご発言いただく方、ちょっと前の方に、お急ぎいただけますでしょうか。すみません。遠方の方も含めてなかなかご都合がつかない中で、急遽今日、来ていただきましたので、順番にご発言いただきます。申し訳ないですが2分ということで、本当にピンポイントでお願いいたします。まずですね、憲法学者で日本体育大学の教授をされています清水正人さんの方から、今日は資料もちょっとピンク色のものが配られています。ご参照ください。お願いします。皆さんこんにちは。日本体育大学の清水と申します。この声明には40人ほどの、憲法研究者が呼びかけに賛同になっております。私も憲法が専門です。で、与えた時間が2分しかないので、細かい話ができませんから、今日私の方でこの資料を用意しましたので、これは後でじっくり見ていただければと思いますけれども、で、この声明でも日本一解禁のきっかけは無給出勤三原則のが変わったということが書いてますけれども、防衛装備移転三原則はじゃあ何か、でこれは、この間の積極的平和主義に基づくものであって、でこれは安倍さんの造語じゃないと思うんですよね。でここに示した資料は今私が手に持っているこの日本国際フォーラムという民間シンクタンクが2009年に出した提言で、積極的平和主義を掲げた提言です。でここで言ってるのは憲法の平和主義は能動的、受動的消極的平和主義だから、これを能動的積極的平和主義にすべきだと。でその中身は何か、この資料で目次部分とあと今回の三原則等に関わる部分、引用しておきましたけども、でその非核三原則、専守防衛を変える、そして集団的自衛権行使は容認する、でこの武器輸出三原則についても見直すんだと。でこの3番目の1の3番目のところですね。でここに、展開しております。で4の提言によって国家安全保障会議や秘密保護法の制定が進んだわけ で、 で実はこの日本国際フォーラムの参与を安倍首相が以前務めていたんですね。で今役職を降りてますけども、ここに彼が関わっていたので、ここからやはり積極的平和主義という考え方が出てきたんだと思います。でこれに対してその裏側が、今月私が出版した本のところから引用した部分に今日述べたいことが9の13の A のところに書いてありますので読んでいただければと思いますけども、積極的平和主義は実際には積極的軍事主義といえるものであって、で本来憲法が考える消極的平和や積極的平和の考え方はちょっと違いますよ。すなわち9条からは当然こういう考え方は出てこない、やはりこう利権の政策であるという点で、私はこういう政策には反対ですので、この声明に賛同しました。以上です。後で私読んでいただきます。ありがとうございます。
引き続いて、現在実は軍事研究の問題をめぐって揺れています、国立天文台の石崎杉雄さんの方からお願いします。石崎と申します。先ほどですね、今回の武器見本市はですね、軍事をですね、学問経済の中心にしようとする動きであるとおっしゃってます。まさにそう思います。で、おそらくですね、社会とか経済に例えば産業商業、金融雇用、そういうものを全てで、学問本来はですね、文化というですね、ところまで軍事体制化の元に置こうという、そういう動きがあると、動きであると思ってまして、そこのところでですね、今回の機密本というのは絶対に開かせてはいけないというふうに思います。で、我々国立天文台はですね、スバルとかですね、チリにある台湾望遠鏡とかの大きな装置を作る、国民の皆さんの税金で作っております。で、それはですね、当然ハイテクがあってですね、それは軍事転用可能ということです。例えばスバルの補助光学という装置は、逆に言えばレーザー光線を発射してですね、それが大気中で拡散しないようにするように応用できる技術であります。まあ、そのようにですね、このこともありまして、最近ですね、2017年ちょっと正確に忘れたんですけど、防衛装備庁がですね、安全保障、技術研究、推進制度というのを作りまして、それをですね、大学とか国立天文台を含まれる国立の研究機関、あるいは企業にですね、から応募をかけてですね、研究費を渡そうと、そういう動きがありまして、それに対して日本学術会議は2017年、それから日本天文学会は今年の3月にですね、まあ、そういうことに対しては、まあ、直接名指しで反対はしていないんだけれど、その制度には反対していないんだけれども、まあ、軍事研究を予想という方向のですね、声明を出しているんです。ところがですね、国立天文台、まあ、ちょっとこの上司の丸口になってしまうんですけれども、大統領がですね、執行部はですね、その応募ができるような方向に行こうというふうなのがなってまして、今天文台揺れています。天文台もぜひ、これは多数派はですね、こういう研究したくないと思っていますので、ですね、天文台の人からもですね、国民の声としてぜひ伝えていただきたいと思います。私もですね、こういう武器見本市のような学問の軍事化をですね、ぜひ防ぐような努力をしていきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。引き続いて、憲法学者で政学院大学の教授をされています石川雄一郎さんの方からお願いします。埼玉県立政学院大学で憲法の教員をやっております石川雄一郎と申します。時間が2分、あと1分50秒くらいしかないので細かい話を置いておいて、印象論や一生論というのを大きい話をさせていただきたいと思います。まあ、皆さんご存知の日本国憲法は、特に公権力や統治機構が軍事力を行使することは全く想定しておりません。で、それはですね、法的な効果とは別に、市民社会における心理的で、実はこれが多分日本国の戦後の平和主義を支えたものだと思うんですが、軍事的なものを市民社会から完璧に排除しているというのが日本国憲法をもたらしている実は大きな影響は力ではないかなという考えております。まあ、例えばさっきちょっとお話が出た武器で非常に儲けているフランスなんかだと、まあ、行かれた方多いと思うんですが、例えばパリに行くとルーブル美術館とかエッフェル塔とか大きなところに兵器兵士がたくさん我々日本人の目から見ると物騒な武器を持って立っているわけですね。でさっき現地からのお話と、真逆の言い方になるんですが、多分同じことを言うことになると思うんですが、ある意味それを指して日本人は平和ボケしていると、武器的なものを市民社会の中から全く排除したから、例えばアメリカ人やフランス人のように、もちろん軍隊経験者もいないんですが、武器を見たことない人が多い、扱い方も分からない人が多いというんですが、それを平和ボケというんですが、むしろその平和ボケこそが戦後70年の日本の社会が得た成果だと思っています。でそれを支えしたのがまさに日本国憲法なのではないかなという気がしております。でこれがですね、今日お話でありますように、武器を売るようになりますと、いろんな形で、ね、市民社会の中に、要はミリタリーなものを排除したシビルな社会の中に軍事的なものが入ってくる、それの我々の日本国民の意識を変化させる、変させる大きなきっかけになるのではないか、それは私は最も希望しております。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは宗教者の立場から、日本キリスト教協議会総幹事、牧師をされています金尊寺さんの方からお願いします。
日本キリスト教協議会総幹事キム・ソンジェと申します。私たちは日本のキリスト教が戦争を考える場合にまずこのことを前提として認識するのは、先の戦争において、日本のキリスト教は戦闘機を製造するために、国策に協力する、そのために献金を捧げるという大きな過ちを犯した、そのようにして侵略戦争に加担するキリスト教宗教になってしまったことを恐ばせながら、戦争が終わって22年が過ぎた1967年にようやく戦争責任告白をし、いろいろな教派もそれに連なり告白をしていくという背景がございます。先日ながら聖書をキリスト教が戦争という問題をどう考えるのかということをするときに読む聖書の箇所を2箇所だけ紹介させていただきます。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。イザヤ書2章4節。そしてイエスの言葉です。剣を取る者は皆剣で滅びる。マタイ福音書26章52節です。このような精神が戦後の憲法9条永久戦争放棄しました誓った9条の中にこの聖書の精神も流れていると私は信じております。このようにして70数年間私たちは歩んできたはずなのに、今このような事態が起こっております。まさに人を殺す道具を売って繁栄を追い求め、また IR 推進法に象徴されるように賭博産業を振興させて経済成長を図ろうとする国は、次世代になっていく子どもたちの精神文化を荒廃させ大敗させて、いくほかない。このように、私どもは確信し、この度の武器見本市に大反対するこの声明に賛同させていただきました。ありがとうございます。引き続いて軍学共同反対連絡会にも参加されています東北大学名誉教授の井原さんの方からお願いします。井原でございます。軍学共同学術あるいは大学も含めたところと軍隊軍事が共同するようなそういう事態を反対しようということで、立ち上げられた組織でありますが、2015年に先ほど石井さんがお話しなすった安全保障技術研究推進制度が出発されますが、大学のですね、実に最初は53件の応募がありました。4件だけ採択されたんです。次の年 半数に減りました。23大学がエントリーしました。本年は12件の大学がエントリーしましたが、採択されたのは1件でした。私たち軍学共同反対連絡会が採択された大学、主な大学行ってきました。東京農工大学、東京工業大学、 JAXA も入っておりますが、 JAXA は今回の日本一の後押しになってますね、支援団体になってますが、そこにも行ってきました。岡山大学、大阪市立大学も行ってきました。どこも私たちは軍事研究でありません、胸を張って発言されます。もっともその時出てくるのは教員ではありません、理事でもありません、職員なんですね。私たちはそういうずるぐる回りながら話をしてきました。で現在もうやっぱりそういう研究制度に応募するのをやめようと有名な北海道が途中でおりましたね。で私たちはそういう運動を進めたいと思っているんですが、なぜそんなことになるかというと、私長い間理系工系の
研究教育に携わってきました。産学共同というのは古くから知られていることですが、産学共同で機密の話に入りますと、同じ研究室で分担しているグループがありますが、お互いに話してはいけません。でお互いに会話がなくなっていくんですね。留学生の場合には機密な技術、機密な事項に関わる分野については徹底的に排除するんですね。こんなことで研究が進むんだろうかというふうな思いがしているわけで、大学をそのような形にしてはいけないんだというふうに思うわけであります。ぐるぐる回りながら私たちの運動の成果が勝手に考えているわけですが、どんどん少なくなってくるんですが、来まして、軍事研究はしません、それから、兵器開発はやりません。当然ながら それがもう今大学全体の流れになっている、あるいは学術分野の流れになっている。ただ問題は民間企業のところをどうするかという課題が今一つ残っているわけです。あまり時間がないので、そもそも幕張メッセは平和で未来を語るようなそういう展示がたくさん続いてきたところであります。そこに武器を展示するのはもう許されないことだというふうに思います。以上です。ありがとうございました。本当に一言だけなんですが、どうしても発言したいということで、仏教僧侶の山崎隆明さん来られてますよね。あ、一言ですね。お願いします。私たちは仏教者なので、全てのものは暴力に怯え、全てのものは死を恐れる。おならびに引き比べて殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。これが私たちのもう根本的な、もう私自身で申しますと、実はベトナム戦争が私の研究者たち の初めであります。50年以上経ちました。なぜ仏教者がベトナム戦争に関してあんな悲惨なことがあるのに発言しえないのかということが、まあ出発点55年前であります。特に武器を輸出なんていうのは宗教者である以内に関わらずですね、あってはならない、もう人間の教義だと思っております。で、仏教者の中には武器も戦争も肯定するかと思います。私はそういう方とも対応を重ねてまいりましたし、対応をまたしていきたいと思いますが、私が今度の武器見本市のことに関してまず頭にあるのは、要するに地雷によって手足を失ったんじゃないですね、吹き飛ばされた子供たちの姿がまず浮かびまして、これをまた繰り返そうとしているのか、こんなことに対して仏教者が否という言葉を挙げないというのは失礼だけど、仏教者と言えるのかどうかという思いが私に強くあります。で、ブッダ、ゴータマブッダ、そのこれは氷河、これ兵士が 武器で、武士の武器であります。仏の教えが行き渡るところ、国豊かに民安らけく、氷河用いることなし。これをただ理想とするんじゃなく、私はこの世界を 現出するために、宗教者というのはあるんだろうという思いの中で、もう平素武田賞にご主人いただきながら、この場でいつも発言をさせていただいております。すみません、2分、はい、よろしくお願いします。それでは呼びかけ人から最後になりますけれども、今まで、まさに千葉の地元で、取り組みを続けてこられています。そのあたりも含めて今後 の行動の案内ということで、金光理恵さんの方からお願いします。どうも皆さん、今日はこんにちは。お越しいただいてありがとうございます。そこに横断幕を掲げておりますけれども、安保関連法に反対するママの会アット千葉のメンバーの金光と申します。戦争の道具作るのをやめよう、それから誰の子供も殺させないなどを合言葉にして活動をしております。今日は記者と本当にもう感動して泣きそうです。最初2017年ですね、おととしですね、幕張メッセで武器見本市が初めて開かれると分かった時に抗議の声を上げたのは私たちのメンバー一桁でした。10人も行っていなかったと思います。で、プラカードとそれから横断幕を掲げてメッセの一番近くの駅、海浜幕張という駅のところで立ちました。で、私たちただ抗議するだけでは誰も注目してくれないということで楽器の演奏をしたりいろいろな工夫をしてやりました。で、これでもう
一回こっきりで抗議行動は終わるだろうと思っていたら、何のことはない千葉県はまた幕張メッセを武器見本市に貸し出してしまっていた。で、先ほどあの千葉の災害のことに触れてくださった方もおられましたが、今東京モーターショーが東京の晴海で開催されておりますけれども、昨日そのニュースを夕方のニュース番組で見ておりましたら、津波ですとか水害の時に沈まない、水没しない、そういう車が開発されているんだそうです。で、今回の、さくらなどで、千葉県のさくらなどで水没した車の中で命を落とされた方もいたんですが、この東京モーターショー、当初は千葉の幕張メッセで開かれていたんですよね。ところが幕張メッセは、遠い、都心から遠いということで都心の方の日本一会場に持っていかれました。じゃあ幕張メッセ借りてくれるところが少なくなってきた、借りてくれるんであれば、お金を持ってきてくれるんであれば、誰にだって貸すというのが千葉県の方向です。私たちは再三再四、もう貸さないでくれというふうに申し入れているんですけれども、やはり千葉県、森田健作知事をはじめとする千葉県庁は、悪魔にしよう、悪魔にお金を売ってしまう、逆ですね、悪魔に魂を売ったね、悪魔に魂を売った死の商人の片棒を担いでいると思います。非常に残念ですけれども、最初数名から始まった私たちですが、今日このように本当に多くの皆さんが私たちに勇気をくださるご発言をいただき、私たちのやってきたことは間違いではなかったんだ、もっともっと諦めずにやり続けなければいけないんだっていうふうに今強い気持ちになってきました。で、何をするか、早速なんですけれども、3つですね、お知らせをさせてください。本日私も呼びかけ人の中に入れていただいておりますが、声明を発表しましたが、それ以前に10月10日に私たちママの会、それから幕張メッセでの武器見本市に反対する会も、今回のこの武器見本市に対して声明を発表しております。紙で、こういう形の紙を資料の中に入れさせていただいておりますが、こちらはインターネットで今発表しております。インターネットの方で名前を書いていただいて、ポチッと押していただくと賛同というふうになるシステムになっております。ママの会のツイッターがございますので、または検索をかけていただきますとすぐに出てきますから、ぜひ皆様、こちらにおられる皆様にもご賛同いただきたいですし、報道されている方々にはそこから何千人という方々に広めていただきたいと思っております。今朝の段階で、1200人だったかしら、ちょっと覚えてないんですけど、1200人ほどの方々に半月の間にご参加いただいております。で、来週11月6日に DSEI ジャパンの中止を求めて千葉県の方に最終の申し入れをします。その時には今の倍、3000人の賛同者の名前とともに持っていきたいと思っておりますので、まずこれのことをメディアの皆様には報じていただきたいと思っております。続きまして、カラフルなものがいくつか入っていると思いますが、こちらですね、はがきです。森田健作知事宛てのはがきです。で、とある特殊課の方が抗議はがきを作ってはどうかというふうにおっしゃっていただいて、で、私たちのメンバーが非常にラブリーなこういうはがきをデザインしてくれました。でも自分たちで作っておきながら、ラブリーというのは、手前味噌なのかもしれませんけれども、私こんな可愛い素敵な抗議はがき見たことがないです。おそらくもう数百通が千葉県庁の方に続々と届いて、度肝を抜いているんではないかと思います。5000枚のはがきを印刷しました。まだ数百枚残っておりますので、欲しい方にはお分けいたします。お分けというか、お渡しいたしますので、こちらの方もぜひ報じてください。それから、時間がないので巻いていきますが、こちらの A4 のカラーの印刷、いよいよ明日から11月です。で、幕張メッセでの武器見本市本番が11月18日から始まるんですが、私たちはそれに対する最終的な抗議として大きく2つのアクションを計画しております。まず1つ目がこちらですね。この可愛い子供がいる方、これもいよいよ明後日です。で、ママの会という名前から皆様がイメージされる通り、多分されると思うんですが、優しいママの集まりなんですね。で、何々はやめろとか、何々は反対という声だけでもう耳を塞いでしまうという市民の方も多いので、拳を突き上げずに楽しく、高校の文化祭のようなノリで平和を訴えよう、そういうアクションをあさって海浜幕張駅の南口のところでやります。歌あり、
ダンスあり、または絵を描いたりということもしますので、大勢の皆様に来ていただきたいと思っております。そして裏面の方が、こちらがもうね、杉原さんはよく古典芸能という言葉を使われるんですけれども、もう本当にこの何十年間、平和のために市民の大勢の方々がいろいろな市民活動を訴えをされてきた、その方法にのっとってがっつりと抗議をするのがこちらでございます。11月18日、幕張メッセの前において人間の鎖ですとか大陰といった、まあ、やっぱり古典芸能ですね、そういう抗議行動を取ろうと思っております。前回6月にありましたマストアジアという不気味本市の時、平日の午後でした。230名の方がお集まりいただきました。そこで抗議の声を上げましたが、残念ながら次の今回の11月の不気味本市を止めることはできませんでした。200名ではダメです。じゃあ何名だったら千葉県はビビって貸し出しをやめてくれるのか、桁を一つ増やすしかない、2000名を目指しております。どうかこちらの方がっつりと報道していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。でもう一つお土産がございます。これですね、かわいい恐竜、いろいろな何が入ってるかそれぞれ皆さん の運はないかな、全部当たりだと思うんですけれども、これがあさっての不気味本市武器よさらばアートフェスの方でお配りするものですので、お時間のある方々来ていただければお渡しできますよということです。まだまだ喋りたいんですけれども、3時になりましたのでこちらで終わりにいたします。本日は今日は本当にもう皆さん来ていただきましてありがとうございました。でこれからです。今日で終わりじゃないですよね。これから頑張りますので、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。防衛省さん、まだ来てないですかね、廊下。ちょっと見てください。まだ来てない。若干、やはり予想通り前半が押し込んですので、来てますか。じゃあ、質疑の方は後で、この後でやりますので、初めに、防衛省の方が来られていますので、この共同声明を、賛同人の一覧、メッセージと一緒にですね、しっかり提出したいと思います。じゃあ1個もらってください。もうちょっと待ってください。はい。珍しいな。防衛省も丸くなって国守れねえ。